はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、あのー、ちょっとご報告ございましてですね、あのー、まあ、あの <laughs>、この YouTube 放送に関してなんですけれども、えー、っと、ちょっとね、あのー、試したいことがあって、で、それが、その、あれですね、あの <laughs> まあじ、ま、勇敢陣内とかね、ちょっと3ヶ月ぐらいやってるんですけど、それはまあ、 あのー、やり続けてはいくんですけど、あのね、ちょっと、まあ、あのね、こう、プレミアム放送というか、あの、そういうのをちょっとやっていきたいなと思ってるんです。で、それは <laughs>、ちょっと、あのー、一人ビブリオバトルプレミアムみたいな形でやれたらなと思ってるんですよ。 でんと、まあ、主に、あのー、本を紹介するんだけど「一人ビブリオバトル」そのレギュラーでやってる「一人ビブリオバトル」のちょっとある種の話題について、えっと、こ有料放送やりたいなと思ってるんですよ。でえっとね <laughs> まあどっから話そうかな。えっとそうですねその有料放送 を、まず、その、なぜやろうかと、やろうと思ったかというと、まあ、実は、その、この2年、3年ぐらいかな、まあ、割と、時々、その、このね、<laughs> あの、動画というか、そのコンテンツを毎日聞いて無料だっていうのは、ちょっと、あの、 普通はありえないから、あの、お金を取った方がいいですよじゃ、というか、あの、そういう、まあまあまあ、あの、そのね、えっと、ありがたいことにというか、まあまあ、そういうふうに言ってくださる方が、えっと、なね何回かあって、で、それは、 <laughs> 本当にありがたい。えー、一方で、ま、これ、その FBI の活動としてやってるから、FBI っていうのはその非営利団体で、で、非営利団体っていうのはそのね、あの、寄付してくださった方の寄付で運営している。で、まあ、それによってこのチャンネルが成り立ってるって考えると、まあ、そういうふうにこう公益性っていう意味では、 あの、寄付者がこの放送を応援してくれていると。まあ、その恩恵に預かって毎日聞けている。だとしたら、まあなんかこうね、FVI にこう寄付をしてくださるとか、まあそういった形でお答えいただけたら、まあ一番ありがたいというのと、あともう一個は、その、有料にした瞬間、もうこれ僕はもう、相場感というか、ほぼ確実にわかるんだけど、と、有料化したらそれが1円、 一本一円であっても、えっと、聞く人は20分の1ぐらいになる、なりますね。10分の1以下になります。はい。まあ、今の5%ぐらいになるんですよね。聞く人っていうのが、有料、無料だったものを有料監視するっていうだけで。まあ、それは、その、 あの、視聴者がケチだっていう <laughs>、えっと、そういうことじゃなくて、なんだろう、まあまあもちろんそのコンテンツに絶対お金を払わない派の人がいるっていうのももちろんあるでしょう。そういう人がまあ人口の半分ぐらいもしかしたらいるかもしれません。えっと、まあその人は多分あんまりいいコンテンツには巡り会えないっていう話はさておき、<laughs> さておきよ。 まああのさ、やっぱ有料化って結局そのクレジットカードをさ登録したりとかいろんなハードルが出てきて、もうそれがもう1円だとしても、それは面倒くせえだろうなって、もう自分が使う側でも思うからさ、それはそうだろうな。だからまあ5%ぐらいになるんだろうなっていうのはあるんですよ。だからまあその、 そしてまた、僕のそのチャンネルの規模がさ、それでも、例えばこう、1万人とか10万人とかね、いるんだったら、その5%って結構な人数になるから、そしたら結構、その、稼げるっていうか <laughs>、ね、普通にこう、もしかしたら生活ができてしまうぐらいな <laughs>、なるかもしれないんですけど、あの、そういうレベルでは全然ないので、数百人ぐらいのね、レベルのチャンネルでそういうことをしても、聞く人が10人、 またはそれ以下に減るっていうだけの話なんで。じゃあそれは LINE グループでやれって話になるんで。<laughs> あの、えっ、ー、とまあそんなもろもろの諸事情があって、ちょっと有料化っていうことはあんまり僕考えてこなかったんですよ。うん。なんだけど、ちょっと違う角度から考えた時に、あ、有料化すると面白いかもなって思って、 たことがあって面白いっていうかもう僕の側の事情っていうのがあってそれがちょっとねそのある種の話題について僕ずっと紹介したい本っていうのが何冊かプールされてんですでただその話題っていうのがちょっとセンシティブだからその聞き手を選ぶっていうのかなあのちょっと聞く人の側にリテラシーが必要なんですよ うん。読解力というか。うん。で、そういう話題っていうものがあって、で、それを多分今の公開放送でやっちゃうと、なんかこう、ハレーションが起きるっていうか、まあなんだろう、その僕が <laughs>、んと、 嫌なコメントをつけられるぐらいだったらいいんだけど、えっ、ー、と、それだけじゃなくて、なんか場、場外乱闘が始まったりとか、あとは何だろうな、あとはもう、その、コメントしないまでも、その構成を聞いただけで気分を害するみたいな人が出てくると、うーん、ちょっと、 やめといた方がいいな、みたいな。だけど、もうめちゃくちゃ紹介したいな、みたいな本っていくつかあって。だからその、親しい友人と話すときは絶対この本の話するんだけど、あの、YouTube ではちょっと話せないな、みたいな本があるんですよ。で、そういうのを、その、プレミアム放送っていう形で、えっと、お金を100円取るだけで、例えばね、えっと、 その、リテラシーのある人だけが集まってくるんだろうなっていう感じもあるんですよ。それはそのノートの有料記事を書いてよく分かったことなんだけど、だからなんかこう、ちょっと言葉すごく悪いんですけど、その有吉博之さんの、えっと言葉を引用する形でちょっと言,言わせてもらうと、だからその、 そのバカに見つからないためっていうか <laughs> あの、これは本当に有吉さんの言葉の引用ですから。ちょっと言葉めちゃくちゃ悪いんで申し訳ないんですけど。で、も何ていうのかな、そのリテラシーがない人がこれ聞いちゃうとちょっとハレーション起きすぎるなみたいな話題っていくつかあって。で、それに関してちょっと僕は、そのすげえ話したいのに話すことを自制してたんですよ。で、それをプレミアム放送っていう形で えっと、ね、放送することで、それを聞く人多分、いや、これさ、だから、その、ポッドキャスト、YouTube 合わせて、毎放送、だいたい200人ぐらいの人が聞いてくださってるんですけど、えっと、多分、有料化するとね、10人切る気がするんですよ。まあ、それでもいいかな。 っていうぐらい、もう、そしたら僕、儲からないですから。<laughs> 儲からないっていうか、あの、その時給、最低賃金を下回りますから。<laughs> これにかけた労力と、10人以下の人から、えー、いただけるお金っていうのは。 えー、それでも、なんか、うん、なんていうのかな。まあ、僕の自己満足。なんだろうな。その、ちょっと小さな読書会を開催する。まあ、そのためには、ちょっと会費をちょっとでも取った方が、えっと、そのお客さんの質が良くなる。まあ、だから、ちょっとやらせてくんないみたいな。まあ、昔かつてね、オードリーが、えっと、今は亡きというか、今はカスガが住んでいないむつみそうで、 むすみ、つみそう寄せっていうのをやってたらしいんですよ。その四畳半の部屋にファンを集めて、あの、ライブをしてたらしいんですよ。まあ、そんな感じと捉えてもらって構わないと思うんですけど、えっ、ー、と、そういうものとしてちょっとやってこうかなと思ってます。はい。で、まあ、具体的には、例えばどんな話題かというと、まあ、LGBTQ のことであったりとか、 あるいはその福音派ですね。ファンダメンタリズムって何なのディスペンセーション主義って何なのこういったこととか。あと、進化論をどう考えるかとかですね。あと、まあ、政治のことですね。はい。えー、まあ、その手の類で、それ、これ全部話せないわけじゃないですよ。いくらかは話してきましたよ。これまでも放送で。だけど、あまりにもこれがど真ん中すぎると、この手の話題って、とにかくまあ、あの、これはその、ジョナサン・ハイトという人が言ってるんだけど、 あまりにも人の感情を揺るがしす揺さぶりすぎるから、まあ、あの、みんな政治でバカになるっていうね、本があるんですけど、あの、そういう話になっちゃって、なんていうのかな。その、起きるハレーションによるデメリットの方が、発信するメリットを上回っちゃう、上回っちゃうっていう問題があってね。で、 でも、有料にすると、すごいお客さんがもうすでにその時点でメリットを受けられるお客さんしか集まってこないっていう、まあそういうバランスになるだろうなっていう予想も僕にはあるわけ。だから、まあこれでウィンウィンっていうかみんな幸せっていうか、そもそもお金払わない人って多分こういうことを聞いたら、えっと、不愉快になる人も多いかもしれないからね。え、でも知りたいっていう人はきっと で、僕も多分この数年間の読書で一番面白かった本って結構その類の本が上位を占めてたりするわけ。だから結構プレミアムじゃない、その今までやってきたビブリーバトルって、なんていうかな、セカンドベストと言ったらあれだけど、本当に紹介したい本って紹介できてこなかったんですよ。で、それをちょっとプレミアム放送でやろうかなと思って。 で、今のその YouTube の、えっと、収益構造みたいなことで言うと、2ー動みたいな感じに、えっと、簡単に、えっと、直接課金できないんですね。えっと、発信者が。だから、えっと、このプレ,プレミアム放送に関しては、もうすでに僕あの、ノートというプラットフォームで、あのマネタイズの、なんていうのかな、<laughs> えっと、はし始めてますので、文章を。 売るという1本いいうう本くらっていうの、ね、で、それで、音声コンテンツも多分できるはずなんですよ。これできなかったらもう地獄っていうか、ちょっともう一回、もう一回ご報告しなきゃいけないんだけど、<laughs> やってから言えよって話なんだけど、ごめんなさいね。多分できる。で、その有料の音声コンテンツっていう形で、ノートで販売したいと思います。プレミアム、えー、一人ブビブリオバトルプレミアム。 プレミアムね。で、多分ですね、1本150円ぐらいの値付けにしようかなと思ってます。まあ、これはその駅で、ちょっとね、あのー、キャップ付きの、えー、コーヒーを買うぐらいの感覚ですかね。はい。で、えっと、30分だとちょっとサービス感がないんで、ちょっとプレミアム放送は1本60分から90分ぐらいかなっていうふうに、今のところは考えてますね。はい。 で、それをそ、こう、1本、えー、150円ぐらいで聞いていただくという、そういう放送を、ちょっとね、していこうかなと。で、そうすると、まあ、僕の時間っていうのも有限というか無限にあるわけではないので、今、その、週に8本動画出してんですよ。その、えっ、ー、と、月から日まで <laughs> 1本ずつと、えっ、ー、と、プラス、 えー、刊敢人内っていうのを出してね、夕方え。これをちょっとね、だから月金をレギュラー放送にして、月火水木金は今まで通り。で、土日にプレミアム放送を1本から2本、ちょっと出していくようなペースでいけたらなと思ってます。 はい。で、その金曜日の夕方の夕刊陣内の時に今週のプレミアム放送はこんな感じですよ、みたいなちょプレ。プラットフォームをまたぐからさ、ちょっと、なんていうのかな、もうそもそもそれだけでもう聞く人減るとは思うんだけど、ちょっと、そのマネタイズの仕組み上をそうせざるを得ないっていうのがあって、あの、そうさせてもらう。で、そうすると、まあ、週に7、8本っていう分量は変わらないし、えー、僕が発信する分量は変わらない。ただ、無料で聞き続ける人は、ちょっと聞く本数は、あの、 も減るかもしれないですまあ、その代わり、こう、課金することで、より、あの、なんていうかな、僕は面白いと思うコンテンツをちょっと用意していきたいなと思っているんですよね。まあ、それをちょっと今週末ぐらいから早ければ開始していきたいと思いますので、まあ、よろしければ、聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい。 ま、これでなんか儲けようとかっていうのは、ま、何度も言うけど、あの、ノートの記事売ってきた、あの、感じとしても、大体めちゃくちゃ売れる記事でも10本ぐらいなんで、僕の場合は <laughs>。そうすると、1000円、2000円ぐらいです。で、それで、やっぱ動画作戦90分かけるとさ、もうコンビニのバイトですよね <laughs>。時間で割っちゃうとね <laughs>。ま、そういうあれなんだけど。なんだけど、それでももう一度言いますけど、やっぱりその、むつみそう寄せと同じように、 ま、それをね、あの、お金払って聞いて、本当に幸せだったと思ってくれる人が一人でもいるならば、僕はそれで満足ですし、あの、すごく、やりたいな。そしてやることで、なんか自分の中でも、なんかこう、情報の便秘みたいになっている部分が、こう、流れ始めることで、また通常放送もまた面白くなってくるみたいなサイクルも、ちょっと期待しているところもあり。 で、ちょっと前々から言ってる、ちょっとこう、そのね、文章の方でのね、そのメルマガと、あとノートの記事っていうのは、もうちょっとその気力の充実を待って、ちょっと満を持してシーズン4。もうちょっとお楽しみにしてくださいって感じかな。ちょ、夏までには始めれると思うんだけどっていう、そんな感じでご用意しております。ということで、まあ、これからの放送、ちょっとですね、今後の放送、少し、あの、マイナーチェンジしますよという、ああ、そういったご報告、 を言いたい。そんな動画でございました。はい。聞いてくださってありがとうございました。それでは通常放送もお楽しみにお待ちください。さようなら。